はい、名古屋、名古屋、村上です。昨日じゃないの、昨日、愛知県、私が住んでいます愛知県の常滑市で行われた、島物語というイベントが、炎上して、昨日はその話題で持ちきりでしたね。実際僕はアイドル好きでアイドルのライブよく行くんですけど、もっと思ったのが、日曜日ね、同じ日にね、名古屋港で、ライオンドームさんで、ちょっと同じような、ちょっとした、ただ人数的には、多分人数は少ないけども、やっぱりフェスが行われて、野外イベントが行われてたんですよ。当然アルコールは出してないでしょうし、人数もぐっと少なかったんですけど、ただ、なんていうか、イベントやる、この先週の土日は愛知県に緊急事態宣言が出て、最初の週末だったわけですね。で、そこで大村知事も神経質になって、実際愛知県、ここに、東京の方は、関東の方はピークアウト、感染者はピークアウトしてるんですけど、ずっとかなり深刻に感染者数は増えてる状況での初めて、緊急事態宣言が出てから初めての週末というところで、そこで尺に触ったんでしょうね。で、そこで取り上げて、わざわざだから会見で触れて、で、そのことによって、やっぱネットでも炎上した。これ、大村知事がもし言及しなかったら、どの程度炎上の具合はどの程度だったのかなっていうふうに思いますけどね。やっぱり理不尽だなと思うのがですね、そのイベントの炎上の仕方として、もうマスクみんなつけてないぜみたいな風で、やっぱり非難されるわけじゃないですか。してたのを見かけたんですけど、でも写真見ると、やっぱ半分以上の人はマスクつけてましたよね。で、密になるっていうけど、じゃあ満員電車はどうなのっていう話もあるわけじゃないですか。あれぐらいの人が密接する事態っていうのは、ちょっと状況変えれば、例えばイオンとかね、週末リボンとかは多分ごった返して、同じ近い形での人が集まる、むしろ実際の出入りする人数で言えば1万人ぐらい、郊外の大きなイオンでしたら、週末1万人超えるんじゃないですかね、状況によっては、出入り延べで。で、やっぱり目につく一部の一つの局面だけを捉え上げて、で、それを尻に乗っかって、参加者がとんでもねえみたいな、こんなイベントに参加するやつは、病院なんかもしコロナ発生しても、出入り禁止、病院なんか受けさせてやるなみたいな、そういうなんかいかんともしがたいツイッターなんかで、意見がたくさん出て、それが炎上っていうことになるわけなんですけど、いろいろ本当にね、このコロナの、事態の、みんなイライラしてるのはわかるんですが、やっぱり浅いなっていうのが、やっぱりがげんなりしちゃうんですよね。で、ずいぶん前の話になるんですが、皇居にね、天皇陛下のいらっしゃる皇居のお堀があるじゃないですか。そこに鳩かながいて、で、誰かいたずらでおもちゃの矢を打って、で、矢が刺さった状況でね、おもちゃの矢が。で、それがたまたま、場所が場所だけにメディアで注目されたんですよ。皇居に堀に鳩がいて、で、おもちゃの矢が刺さって、これはけしからんみたいなのが、ちょっとワイドショーでね、今思っても随分くだらないネタだと思うんですけど、で、やっぱりそこでみんな何かっていうと、誰がそんなことやったんだと。で、あの鳩はかわいそうだっていうことで、話題になって、救出っていうか、やっぱり保護されて、で、矢を抜いてあげて、で、よかったねっていう話題があったんですけど、そういう部分的に、なんていうか、目につくところで、おもちゃの矢が刺さって放置されてる鳩はかわいそうなんですけど、ただ僕たちはフライドチキンとか、日中食用として無数の鶏を、何万どころじゃ効かないぐらいの鶏を日々殺して食べてるわけですね。そういう鳥はかわいそうじゃないと。というか、意識すらしないと。ただ、実際目について、ワイドショーで話題になる、そういう鳥はかわいそうであると。こういうことですね。コロナに関する一つの、コロナクライシスっていうことで、災いに関して、実際にもちろんたくさん苦しんで亡くなる方がいますが、そうじゃないところで、コロナじゃない理由で亡くなる方、苦しむ方っていうのも多くいるわけです。その中の全体的な割合として、果たしてこのメディアでの取り上げ方、あるいは人々の今の関心の状況が果たして適切な状況なのかということです。ただ、
一生懸命それが商売である煽り立てるマスコミさんに比べて市民の、は至って現実的なリスクの大きさに取られた心境でいるんじゃないかなと思うんです。それがまたフェスにおける対応でもあったと思うんですけど、実際どうですか？ 1 年前初めて緊急事態宣言になった時にパチンコ屋さんがえらい叩かれたんですが、パチンコ屋さんの休業要請はないですよね。デパートもイオンもそうです。現実のところで、結局のところ馬場くじを引かされているのが、飲食店お酒飲むのは控えましょうねっていうところで、でもそれって合理的かっていうと甚だ疑問ですよね。確かに効果はゼロではないにしろ、じゃあパチンコ屋さんあれだけ去年の最初の緊急事態の時に営業禁止だって、営業してるやつはとんでもねえって、パチンコ屋に並ぶようなやつはとんでもねえみたいなことが、その一文だけ切り取られて、でそういうことね、だけに一緒になってツイッターでろくでもねえって書き込むやつ、そういう連中は本当にくだらねえなと思うわけなんですよ。くだらねえっていうか、頭大丈夫っていうところですよね。全体的なリスクからして、そのリスクの大きさを数字から判断できないのかっていうことなんですけどね。とにかくバカバカしいなっていうことに加えて、ここに来てワクチンの接種はですね、ワクチン絶対受けないぞっていうことでもないですが、もちろん信じてるわけでもないんですけど、ただここに来て残念なのが、ワクチンの効果ってそのアメリカにしろ、イギリスにしろ、イスラエルにしろ、ワクチン、先に、特にアストラゼネカとかファイザーの、製造国である、お膝元であるイギリスであるとかアメリカであるとか、それを早くから実施したイスラエルで思ったように、その感染拡大の防止に対して効果がかかってない、重症化をに対しては効果があるとは言いつつも、亡くなっている数のからするとそうである場所、実際にゼロではないにしろ目覚ましい効果っていうのが見えなくなっているところにもかかわらず、ワクチン絶対主義みたいな風潮もちょっとどうなのかなと思いますけどね。だからって効果ないから打つなっていうような、そこまで賛成でも肯定派でも否定派でもないんですが、ただ予約したくてももういっぱいで予約できません。残念ながら。ということです。